よ。人目につかぬ裏通りで眉を吹けるまでかなって、何もいいことなんかはありゃしねえ。ただ響きが好きなだけ。仕掛けだらけのしがらみの中でもがくすべも持たずうずくまって、やがて時間とともに朽ちるだけ。そんなもんじゃねえ、もういい加減気づいてないふりはやめにしねえか。いけるか否かは自分次第さ、思い出に浸るのは後にしねえか。まだ続く話は終わりゃしねえんだ、背景に何があるか知らねえが、二十歳やそこいらで人生を悲観するなんざ、ザラにあるような世の中をとらなんだ。朝鮮アホ無事が言うぜ、このメンバー誰にも分かりゃしねえ、でも俺だけには見えてるウェイ。抜けてるやつほど手放しで耳を貸して鵜呑みにするなんて冗談じゃねえ。ほんの少しだけ前に出るたびに不安は消えるんだぜ、気づいてるはずだれにでも語りかける曲だぜ。よ、ミスターインポセブル、普段使わぬ力出して抜く、複雑な絡みがほどけてくる、近づいてゆく。